どうも土屋です。今回はとここにあるスプーンなんですけども、見ていただければわかると思うんですけども、このように汚くなってしまったスプーンをきれいにする裏技を紹介していきたいと思います。はい、それではどうぞ。はい、それでは今回は、はい、このように汚くなってしまったスプーンをきれいにする方法です。はい。さあ、どのようにするかと言いますと、必要になってくるのが、はい、牛乳です。あとは、布。何でもいいです。はい。今回はちょっと目の細かいような布を用意させていただきました。こちらを使っていきます。はい。で、牛乳を、はい、少し入れて、で、あとは布に含ませ、このように拭いていきます。まあ、長年使っていくとこのようにだんだん汚くなってくるっていうのは皆さんも生活していて思うとは思うんですけども、はい、ちょっと時間はかかるかもしれないですけども、このようにやっていくと、はい、だいぶちょっと今自分がこすってたところは綺麗になってきてますね。ちょっと根気のいる作業かもしれませんが、下手にヤスリでかけて錆びてしまうよりは、このように、はい、やっていただければ確実にね、長持ちもしますんで、もし高いものでこういうのがあれば、まあ100均とかで買われたものに関しては、まあ捨てていただいて、ね、新しく買っていただければいいかもしれないですけども、思い入れとかがあるものに関しては、このように長く使って、いうようなことがあれば、この方法はいいんではないのかなとは思います。はい。もう落ちましたね、だいぶ。まあ、掃除をしていて、いろいろね、思うことはあると思うんですけども、実際目に見えてすごく綺麗になっていくと、だんだん楽しくなってきますよね。自分は結構そういうタイプなんですけども、もうあとちょっとで自分が落としたいところが終わるんですけども、なかなか落ちないという。もう綺麗になった。はい、じゃあよろしいですかね。ここを見てください。先ほど茶色くなってたものが、このたった1分弱ぐらいでこのように綺麗になります。はい。ちょっと強めにこすっていただければ、汚い部分、まあここら辺は汚いですけども、今拭いてた部分、ここだけ中心にやってみました。はい。このように綺麗になります。まあ誰でもご家庭でできますんで、ぜひやってみてください。はい。以上になります。